読売巨人軍監督の原辰徳です。皆さんこんにちは。この度、バングラデシュのナショナルチームができてですね、しかも、伊藤大使はじめですね、日本人のスタッフの方が非常にこうベースボールというものを皆さんに教えているというふうに聞いております。読売ジャイアンツもですね、ぜひそのナショナルチームの皆さんを、応援しようということで、今回ボール、そして帽子、そういったものを送らせていただきました。ぜひですね、野球というスポーツをですね、楽しんでいただいて、そして、国を代表するようなそういうスポーツに、育っててくれると、大変私たちも嬉しいというふうに思います。ナショナルチームの皆さん、しっかり野球はやればやるほど上手になります。そして野球を大いに楽しんでですね、勝って喜び、負けて悔しがって、そしてエネルギーに変えるというふうに、皆さん一日一日をですね、楽しく、そして、自分に厳しくですね、野球というものを親しんでもらいたいというふうに思います。バングラデシュ、ナショナルチームの健闘を祈っております。